これが縦の階、違う、果ての階に伝わる指導者の武勇伝、オクタロクタイジである。何の話だよ。はーい。はいはい。電気、この辺か。虫と一緒に煮込むと薬に。虫虫。この辺か。電気に強くなる薬をちょっとね、作って持っていかんとね。頑張り薬。頑張り薬やない方なの。え、ちょっと待って、頑張り薬じゃなくってさ。あれ？頑張りバットじゃいかんってことか。頑張りゲージ。ポカポカヤンマは？はい。ピリ辛薬。厳しい寒さに耐えられる体感効果レベル1。体の芯からポカポカしてくる薬。雪山ではとても頼りになる。いや、そうじゃなくってね。え、電気系の薬は、何なの？作れないの？電気系。これは？レザルフォス電気結構使ってくるけんさ、どう？これで。あ、でも虫じゃないけん薬にならんのかな。ああ、失敗。微妙な料理。なんかモザイクかかっとるけど。微妙な匂いがする。食べられなくはないが、とても人には見せられない。あ、でもハート回復するんや。へえ。回復するらしいよ、なんか。あ、この辺。この辺、ホタルは？静かホタル。はい。忍び薬。違うんよ、電気系統の薬が欲しいんやって、私。全然できんねえけど。どういうこと？リザルフォスの爪。あ、リザルフォスでやればいいってことかな？ちょ、待って、持つのをやめる。そして、リザルフォスの角と、虫ってこと？違うかな？はい。頑張り薬だな。道具屋で買っ、あ、そっか。お金がないわ。お金がないわ。なんかいいものある？どうもどうも。電気に耐えられるようになるものとかないん？こっちの方は？木の矢、氷の矢。電気の矢も売っとけやな。ゴーゴースミレ。特に何もないな。まあ旅立つしかないか。じゃあちょっと頑張っていこうと思うよ。滝壺ってどこ？この下に降りんといかんってことかな。よいしょ。ここは一体どこなんだ。あっちの方向？なんかあっちの方向か。泳ぐよりこの辺走り寄った方が早いんじゃない？どこに行けばいいかちょっといまいちよくわからんけど、あ、この外に出ていくってこと？え、滝どれ？滝はどこ？こっち？あ、あの辺か、滝もしかして。よね、あれ滝じゃないの。でもなんかこっちの方なんかめっちゃ流されよる感があるけど。え、滝どれ？滝え、なに、わからんねえけど。なんだ、どれだ、よくわからんぞ。とりあえずちょっとマークの方向
その辺なんか滝とかある？ないよね。この辺、あ、あれか、あれや、滝。じゃとりあえずあっこに向かって行って、あっこから滝登りをすればいいってことか。簡単にできるんかな、滝登り。よし。何あれ、なんかあっこおる。鳥か？鳥だな。一旦こっちの陸地に上がろっか。ちょっと頑張りゲージが持ちそうにない。何カエルいっぱいおるやん。ちょっと、うん、あ、危なかった。溺れるかと思ったぜ。いい、え、カエル消えた。そう、この辺ちょっと体力回復できるように取っとこ。はっ、リザル棒が壊れそう。あー、壊れた。ね、あれどこ行った？間違えた。エポナには聞こえなかったようだ。ボコ弓でいいや。セットしといて。久々の鶏肉。これ上から行った方が早いんじゃないの？違うの？上がれんのかな？まあなんか雨は降りよるけど。待って、こっちから回った方がいいんか。ね、わざわざここ登らんでも。よいしょ、よいしょ。あ、いけた。このさ、神獣バルッタのせいでずっと雨が降りおるっていうの厄介よね。だって崖は基本的に登れんってことやん。ほら、滝壺に来たよ。これでどうすればいいんやろ。ね、これでどうやって上がるん？これ普通に滝の裏側なんやけど。ちょ、待って、はい、手離して。あ、登る。あ、すげえ。勝手にパラセール開いた。しかも頑張りゲージ減らんかったんやけど。頑張りゲージちょっと持つんかなって思ったけど、余裕やったね。んで、何こっちの方向？この辺の草とかなぎ払ったらなんかありそう。なんもないんか。なんもないんかい。本当で、何上の方かな。あ、この辺雨降ってないっぽいね。強いんかな、やっぱり。嫌やね。嫌やね。だってさ、私さ、ボコプリンとかにすらやられることがあるっていうのに。重心やった？ライネルとかさ、そんな、あそこの滝をまた登るってこと、今度は。なるほど、なるほど。この辺もなんか出そうやん。なんもでん、大丈夫。あ、この辺、ゴーゴーハスの実。コログの妖精とかおりそうな場所やね、なんか。もうおらんかな。お、あれは。えい。はい、鶏肉ゲットー。登ります。おー、すげえ、なんかかっこいいね。うん、よいしょ。降り立つ場所はここでよかったんかな。向こう側、向
向こう側か。ここもさらに登っていくってことかな。よし、向かおう。何？頑張りバス、頑張りバス。あ、めっちゃ取れた、やった。めっちゃ取れた。登る。いけい。すげえ勢いで登ってくやん、かっこいい。はぁ、あ。え、大丈夫？大丈夫？いける？はぁ、あ。ここ立てるやん。ナイスやん。余裕で立てたやん。あの辺の全部鳥じゃね？何あれ？あれも鳥？あ、鳥やねん。ち、やっぱ一匹に当てたら、あとは全部散っていくねん。お、鶏肉2本ゲット。あれはキツネだな。よいしょ。うん、気づかれたか？いや、なんか気づいてないぞ。はい。結構みんな一発でやっつけれるね。え、肉がないんですけど何？え、肉なくね？逃げた？あれ、やっつけれてなかったのかな？やっつけれたと思ったんやけど。なんてことだよ。ここ？あ、ここっぽいね。調べる。ゾーラ市外伝その2。その1は？シド王子の魔物退治。ある時、果ての海に山のように巨大なオクタロックが現れ、漁をする民を苦しめていた。困窮する民を見かれたシド王子は、自らオクタロック退治に乗り出された。だが、吐き出す岩を避けた一瞬の隙を突かれ、王子はオクタロックに吸い込まれてしまう。今まで幾人もの強者が挑んだが、体内に吸い込まれ戻ってきた者はいない。みんなが絶望に顔を覆った、絶望に顔を覆ったその時、オクタロックが巨大に体をよじって苦しめ始めた。ヤニワにオクタロックの腹から銀鱗の槍の穂先が突き出てギラリと光った。なんと吸い込まれた王子が腹の内側からその剛腕で槍を幾度も突き刺していたのだ。オクタロックはたまらず、王子を吐き出し、ハウハウの手で逃げ出した。これが盾の会に、果ての会に伝わるシド王子の武勇伝、オクタロック退治である。何の話だよ。これただの何、物語が書いてるだけ？なんだそれ。なんだそれ。あ、ここからまたさらに登っていけってこと？普通さ、こっちかと思ったよ。イノシシじゃねえか。めっちゃびっくりした。何がギラギラ光るんかと思って。なるほどね。ここをさらに登っていけと。待って、私もう騎士の剣しかないんやけど大丈夫これ。え、大丈夫？なんかこの辺にさ、セーブポイントとか作れんの？え、だってこれからさ、なんかその強い奴らに挑んでいこうというのにさ、強い奴らというか、奴というか、挑んでいこうというのにさ、全然武器がないんですけど。この辺に祠とかあってくれたら、ねえ、祠とかあってくれたら、そこでちょっと一旦、ルーラじゃねえ。あ、これ。電気の矢。え？ってことはそろそろ出てくるってこと？なんかもうその辺に落ちてるやつ集めたんでよくね。そんなに落ちてないかもしれんけど。あ、ほらほらほら、電気の矢あるよ。あそこなんか看板立っとるね。この先度胸試しはほどほどに。怖っ。何、超怖いやん。なんかね、至る所の木にさ、電気の矢が刺さっとんよね。そこの狐さん。あ、やっぱり狐は弓矢では一発ではやっつけれんのか。ち、鳥までか一発は。うわぁ、おるよ、おるよ、なんか。あれか。これ、やっつけんでもさ、矢を集めればいいんよね、要は。うわ。
振り向いた。え、どこ行った？お、はて何になっとる。う、気づかれた？なんかさ、水のバシャバシャいう音がするけんね。今度こっちから来そうな予感がするけど。この辺寒いんかな、なんか。ね、吐く息が。吐く息が白いですけど。そうじゃなくって、それよりちょっと。薬とか、ないね。電気に耐えられるやつ持ってないね。持ってないね。忍び効果。静かさアップ、オッケー。ひえ、気づかれた。これ上におったらさ、まだ大丈夫とか、そういう。一発、一発。見つかった時点でこれダメじゃね？リトライ。お、やっぱこっからか。普通の弓矢やったらどんな感じになる？うわー、へえ、今走ってきたかと思った、怖っ。ね、超絶怖いね。こっちに来る。そしてちょっと、大した武器を持っていない。あ、こっちのさ、普通の、まだ食材のまんまの状態のやつとかでも持ってないな。電気のやつは持ってないな。この辺の別になんもないんよね。やっぱちょっと静かさアップ。静かさアップって言っても、まあ全然気づかれとったけどね。全然気づかれとったけどね。どれだ、これか。違うわ、こっちよ。忍び薬、はい。これでとりあえず静かさアップね、はい。この辺。うわっ。向こう向いて、向こう。多分ところどころで光よりやつ、ところどころで光よりやつが、ね。ダメダメダメ。怖っ、早っ。うわぁ。これ雷ダメージのやついるよね。リトライ。なんかもうちょっとこうね、うまい戦い。待って、普通にバレたから。普通にバレたから、ちょい待って。うわ、やべえ。これ近くやったら、矢を使われることはないんじゃないかな。どうやろ。ちょっと待って。限界を超えて回復のやつはどれ？限界を超えて回復ない？あ、作ってないんかな、それ。あ、作ってないんか。ということは、まあ、普通に回復しかないかな。だね。とりあえず普通に回復しとくか。うわー、やべえ。回復しつつも、ちょっと無理やり頑張ってやっていくしかないよね。
串焼き魚。あ、離れないでちょっと弓とか やられそうやけどさ。あ、くっそ一発。てか何その剣、無理だろ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。